です。ファンクね、よくね、なりますのね、ドンテっていうところでね、焼肉ライスというのをね、頼んでね、パクパクするのが大好きなのよ。でね、下赤塚店にもドンテがあるらしいのよ。ということでね、訪れてみました。下赤塚店はさ、作りがすごく綺麗。なんかチラッと見たんだけど、今のね、吉牛みたいなね、なんか、しかも新装開店の、まるで本当にね、新しい吉牛みたい。でもね、ファンクね、なりますね。好きなのね。なんでかっていうとね、味あるのよ。ドンテっていうのはね、駅前のね、立ち食いそば屋なんだけど、ここにね、焼肉ライスという、もう超 B 級を通り越して、もD 級かな、でもね、これね、病みつきになっちゃうのよ。味はね、超甘辛なね、タレをぶっかけて、でね、めっちゃ焦がしたっていう、それがご飯の上に乗ってるんだけど、で、脂っこいしね、この豚肉のね、味わいもね、ま、甘さでね、お肉本来の味をね、判別してます。それでもね、食べたくなっちゃうのよ。まあ、なりますってんとメニュー同じで、あ、なんやってー。え、なにこの G セットって。え？シングルモード付き。だから G セット、なんやってー。それじゃ、ファンクアイ。あ、なりますってにはこの G セットないけど、すごい渋いわ。普通さ、こういうののセットのさ、ドリンクってさ、オロナミン C とかじゃない？あとチオビタとかさ、なんでシングルモントなのよ。いや、シングルモントはディスってわけじゃないですよ。でもね、渋すぎるわ。あのね、まあ、味はレシピ化されてるから、なりますてのね、焼肉ライスとね、ちょっとしか変わらない。こちらの方がね、あっさりしてる。なりますての方がね、ちょっとこってりしてるかな。あとね、おこげがね、なりますてはね、ひで。そのね、焦げてんのがね、またうまいのよ。ここももちろん美味しいですよ。さっぱりしてるのが好きな方はこちらかな。こってりしてるのが好きな方はなりますてんだと思います。あとね、なりますてはね、おばちゃん3人ぐらいいるんだけど、こちらは2人かな。でね、テキパキね、下赤塚って赤塚店のね、おばちゃんたち2人はね、提供してくれるんですけども、なりますての方はね、おばちゃん3人ね、よく揉めてる。いや、これね、エンターテインメント性高いですよ。去年の今頃かな、現場の方がね、退社されてね、ファンクがね、代わりに入る時がね、多かったのが、去年の8月か7月ぐらいだったかな。その時ね、頻繁にここで食べてたのよ。したらさ、おばちゃんが、なんていうの、その3人が3人とも、もう三つどもえの戦いを繰り広げてて、約1ヶ月ぐらいかな。かなりチクチクとね、それをファンク見ててね、あ、すごくエンターテインメント性があるなと思って。アメリカで受けるかもしれないよ。もしかしたらね、アメリカンドリームを手にできるぐらい、激しいね、チクチク愛がね、1ヶ月間ぐらいあったかな。ドキドキしちゃってたもん。あれ、今日もやってんのかなって。普通のお店ってそういうの見せないようにするじゃない。なりますてのドンテは違いますよ。もうね、プロ意識が高いんでね、もうガンガンお客さんはね、見てて、あ、今日もっていう、もう、プロ意識のね、もう高さがね、他のお店とはもうまるっきり違いますからね。
あ、すいません、この後ね、もうすぐ行かなきゃいけない現場がありまして、ちょっと食べ方汚いです、すいません、もう迫ってましたね。それでさ、相変わらず甘さ強いけども、この甘辛いさ、もう焼肉ライスたまんないね。生姜焼きじゃんと思う人いるかもしれないけど、生姜焼きとはもう全然違いますよ。生姜焼きのね、どっちかって言ったら生姜を抜いて、で、砂糖をガンガンぶっかけて、で、あと専用のさ、タレがなんかB 級なうなぎのかば焼きのタレみたいなそういう感じでね、焦げがつくほど炒めるという、それをご飯にのせてね、もう食べるとたまんない。この日もやられちゃったもん、ワンクちゃんそれじゃあね、相談のコーナーがね来ましたので、これからお読みしたいと思います。どうもこんにちは。昔の名前はラルフ・アンダーソン、現在はゆらたまと申します。峠でバイク転倒一発廃車で入院1ヶ月で退院いたしました。入院中は彼女が嫌な顔しないで体を拭いてくれました。退院後、右足ギブスのままバイク店行って、彼女黙ってバイクを購入しました。その次の日から彼女に、お前臭いんだよ、ちゃんと体拭けよ。体を拭いてたら頭を後ろから蹴られ、まだ匂うんだよ、こんなの連れて歩けるかボケと言われました。先日ギブスは取れて毎日お風呂には入っているのですが、それでも匂いがきついから近くに寄るなと言われてます。加齢臭ですかね、自分にはわかりません。ファンクちゃんとタメですが、ファンクちゃんのお連れさんはこういうこと言いますか。どうせ10年目のゆらたまでした。ゆらたまさんもね、多分ファンクと同じ気持ちを感じてると思うんだけど、電車乗ってるとさ、中吊り広告にさ、なんか週刊誌のさ、広告載ってるじゃん。最近よくさ、女性たちは虐げられてるっていうさ、なんかそういう見出しのさねえ、現実って何なのかね。ファンクはね、それともやっぱり、ね、男よ、言うときはね言えない、ね、よく言われてるっていうか、エンドレスでいいんですよやまないの。でも入院中体拭いてくれたんでしょ、ってことは愛してくれてると思うわよ。ただね、ストレスはだいぶあったと思う。わざわざね来てくれてもいるし、体を拭いてくれるっていうのは大変じゃない。あと黙ってバイク買ったのはちょっとカチンと来られたかもしれない。ファンクならよ、ファンクならねプレゼント攻撃するあと美味しいとこいっぱい連れてくあとね、なんとリスペクトする日々ですよ。あ、今日すごく綺麗ですねとか、あれ、向こうがさ、敬語でさ、今日綺麗ですねって言ったらおかしいじゃん。あんたそんなんでさ許されると思うのっていうのは、多分ゆらたまさんもファンも同じねことになると思うんだけども、それでも、いや、ふざけてないっすよ、ほんと申し訳ないですっていうのね、毎回毎回言ってると向こうがね、そんなふざけてると本当に怒るわよって言ってきたら、もうこっちのもんよ。あ、分かった、ちょっとやめますって言って、で普通に戻るの。したらもう怒りも一緒にね浄化されちゃうから、ファンがよくこれ使うのよ。動画見られるとやばいけどもう下手にね、なんかやるよりも、もうなんていうの、リスペクトしまくる。あ、もう本当に今日素敵な洋服ですね、でもやっぱりね着られてる方が綺麗ですのでってずっと言うとね、そんなんじゃ、私の機嫌直らないわよって、あ、分かっておりますよってずっとそのね何日かもやるの。でもいい加減にしてって、普通に喋れないのって言うから、あ、分かりました、じゃあ普通に喋ります。もうこうなればもうね勝ちなもないよ。ゆらたまさん、もしね彼女が着れるんだったらね、ちょっとね行ってみたらどうかな。それかさ、怪我する前にプロテクターとか買うっていうのも手かもしれないわよ。
でもこのアドバイスでね、変な方向に進んじゃうと申し訳ないんでね、もし何かあったら結果報告よろしくお願いいたします。じゃあここまで、じゃん。私を物にしたいならもっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。